はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。2次間足ボリンジャーバンドトレンドは出ておりません。一問近郊、表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、開始シグナルが点灯ということで、はい。2次間足ベースは、レンジ内での動きと考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二次間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線、真横を向いております。トレンドは出ておりません。バンド幅も収束してきております。どういうことかというと、値、まあね、動きがだんだんなくなってきているということです。二次間足ボリンジャーバンド、トレンドレース状態ということです。はい、二次間市ストキャスティックス、買いシグナルが点灯しております。 はい。二次間足一目均衡表です。形状から言いますと上昇トレンドの形状をしておりますが、短期市場の赤いラインの転換線、中長期場の青いラインの基準線、あとは直近の動きを示す紫のラインの地高線、3本とも真横を向いております。あまり方向感も出てないのかなという感じがしております。はい。そういうことで二次間足一目均衡表は、 形状的に言いますと上昇トレンドの形状ですが直近では方向感があまり出てないということです。はい。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。135円の50レベル、135円の50レベル。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは136円の50レベル、136円の50レベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想でン135円の5万レベルから136円の5万レベル、135円の5万レベルから136円の5万レベルということです。はい、ポイント、欧州通貨、タイドルで上昇、ドル円下押しもレンジブレイクならずということで、はい、昨日、ニューヨーク時間なんですけども、アメリカの経済指標耐久在受注が市場予想を下回ったほかですね、はい、 はい、ポンドなんですけども、英国と EU が北アイルランド問題で合意したという報道、ヘイトラインを受けまして、ポンドが主要通貨に対して上昇。さらに、ドイツの10年債リバーリーが10年ぶりの高水準ということで、ユーロも主要通貨に対して買われ、相対的にドルが売られる展開、ドル円も下押ししまして、まあ、135円の911まで下落したんですけども、かなり下値が固く、 えー、136円に戻してきております。はい、そんな中ですね、本日ドル円なんですけども、重要経済指標の、えー、予定もありませんので、まあ、あの、本日も、まあ、米金利を見ながらの展開になるのかなという感じがしております。はい、そういうことで、チャート形状的に言いますと、えっ、ー、と、足ボリンジャーバンドトレンドは出ておりません。一目均衡表上昇トレンドの 計上、えー、しておりますが、直近では方向感がない状況。ストキャスティックスは開始ぐなりが点灯ということで、はい、ドル円ですね。本日、ロンドン市場におきましては、明確な方向感が出ていない中、レンジ内での動きと考えております。ドル円、本日、ニューヨーク市、えー、ロンドン市場におきましては、明確な方向感が出てない中、えー、レンジ内での動きと考えております。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、外為欄にドットコムではチームハロンズの YouTube 視聴者向けに口座開設キャンペーンを行っております。詳細は概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。